佐藤健忠氏慶長17年12月23日は、戦国時代から江戸時代の武将。名は、県成、県中とも。通称は、関右衛門の。従五した、鶴が守る。父は、佐藤新足。法明宗行子に、佐藤継重、佐藤義次。伊深佐藤氏の祖。同じ佐藤一族である、家事伝承氏の佐藤忠康と共に行動した。 堂々合戦、関、家事連合戦の後、織田信長の要請を受けて、佐藤忠康の養子となり、斉藤理事が上主になるとその同族として行動した。理事が、本能寺の変で主君の信長、織田信忠親子と共に討ち死にした後は、美濃斉藤氏の斉藤都市行に仕えた。家事連、金山合戦に従軍して、斉藤氏は森氏に勝利するも、しばらくの後に、 李ー氏が病没した。斉藤氏は後継者を決めておらず、敵対勢力の毛利氏によって斉藤氏の領地が吸収され、佐藤氏も毛利氏の支配下となった。県中は県三村一柳に偶居していたが、森忠政の推挙により、豊臣秀吉に仕官した。天正十三年金切り先差し物使い版となり、文禄三年伏見城の不審奉行を務めた。 秀吉の没後は、徳川家康に転死した。家康の合図征伐に従い、地元美濃での関ヶ原の戦いにも従軍した。慶長10年、徳川秀忠の将軍宣言灰が上落に愚し、慶長12年には、駿府城追記の不審奉行なども務めた。慶長17年65歳で死去。開名、冬林創設古児。ありがとうございます。